つまり、蛍原さんと連絡取ってるんですか？たんまに電話するよ。え？何を電話するんですか？蛍原さんの話を YouTube です。ああ、なるほど、話出すときに、ええ、かまへんとか言うのは、はい、なんかそんなんでちょこちょこしてたよ。で、ええよみたいな、うん、頻繁にはしてないよ。はいはいはい。いつか会うことあるんですか？普通に出す店は来るって。まあ言ってあります。まあ、まだ来てないんですよね。でも出川さんも言ってましたね。だからそこ一緒に、うん、あ、一緒にね。あと会ってます？大輔とか、おっしゃんとか。おっしゃん笑ってないな。大輔はちょろっと LINE 来たりするよ。まあ近所やからさ、はい、はいはいはい、近くでおってちょっと喋ったりとかは。ああ、そうなんですか。岡村も騒動の時とか、はい、まあいろいろ会ってはないよ。全然会ってないじゃないですか。寂しいなあ。もういや違うやん。なんですか？もともと会ってなかったよ、はい、会ってなかったですけど。俺からは電話しにくい。なんでなんですか。宮迫さんから電話しましょうよ、そこは。なんで？え、ずっと、あの、ずっと何かついてんねん、肩に。え、ここでしょ。なんなんですか。ベビースターラーメンの肩。ベビースターラーメンの肩。違います。